こんばんは、レトスの小野です。令和6年2024年の宅建試験、本当にお疲れ様でした。で、おそらく一番気になっているのは合格予想ラインだと思います。で、大手の予備校さん、通信講座さん、予想ライン出してきております。で、毎年この予想点数もうほぼ当たりますんで、まあ、それを参考にしていただくのが一番いいと思います。で、大手の予備校さんとか通信講座さん出している点数でいうと、まあ、おおよそ35点から38点の間ですね。もうこの辺りで出してきております。で、そう考えるともう38点の方ですね、まあ、これはもう合格でしょう。自己採点で、まあ、38点以上取っている方はおめでとうございます。もうほぼほぼ合格と思っていただいて大丈夫です。で、37点ですね、37点もまあおおよそ合格じゃないのかな。つまり、まあ、この37点が合格点ぴったり、まあ、そういった場合が多いです、毎年。なので、まあ、37点の方もちょっと心配かもしれないんですけども、おそらく合格じゃないのかなっていったところです。で、36点、この方が一番際どいところなんです。可能性は残っているんですけども、まあ、合格発表、まあ、今年だと11月26日ですね、その日まで待たないとちょっと何とも言えないと、まあ、言ったところです。なので、まあ、今年36点だった、自己採点が36点だったという人は合格発表までちょっと待っていただくといった感じになります。で、35点、この方はおそらく、今年の試験の合格は難しいんじゃないのかなといったところです。なので、もう35点だったという方は、まあ、35点以下ですね、だったという方はもう来年の試験に向けて勉強を始めていった方がいいでしょう。で、もう今すぐ始めなきゃいけないのって思われるかもしれないんですけども、まあ、実際弊社の受講者さん、弊社の個別指導の受講者さん見てると、今年の試験で、まあ、43点とか、まあ、43点以上ですね取っている方を見ると、去年のこの時期から、まあ、受講された方ばかりです。早い時期からやはり理解学習を実践している方っていうのは、まあ、余裕を持って合格できるんですよね。で、その理由っていうのは、理解学習を長期間にわたって行うことができるからなんです。まあ、当然なんですけれども、質の高い勉強をよりたくさん行うことができれば、その分実力って上がるわけじゃないですか。なので、そういった高得点も十分出せるということです。高得点出せる実力があれば、凡ミスをしたとしても合格ラインに乗ってくるわけですよ。例えば43点取れていたはずだけども、もし3点凡ミスをしてしまったと言っても40点で合格じゃないですか。まあ、下手したら5問凡ミスすることもあるかもしれないです。それでも38点で合格できるわけですよね。これって非常にやっぱ強いんですよ。多くの方が合格点ギリギリ、そのぐらいのレベルまでしか持っていけなくて、ちょっと凡ミスをして不合格、もうそういった方ってやっぱ非常に多いんですよね。宅建試験って年に1回しかない試験なんで、余裕を持って試験に臨みたいわけじゃないですか。そうなってくると、できるだけ早い段階から勉強を開始するってことが重要になってきます。で、実際弊社の個別指導の受講者さん見てても、いきなりじゃあ理解学習ができるかって言ったら、やっぱそうじゃないんですよ。これまで勉強していて落ちてしまったっていう方は、まあ、おおよそ丸暗記学習っていう勉強の仕方やっちゃってるんですね。この丸暗記学習が習慣化してしまってるんです。で、そうなってくると、その習慣を変えないといけないわけですよね。人は習慣で生きる動物なので、習慣を変えるっていうのがすごく苦手なんです。なので、個別指導を受講していただいたとしても、勉強の習慣を変えるまでにやっぱ時間ってかかっちゃうんですよ。ということは、独学の方っていうのはもっと時間かかるわけなんですよね。なので、その点も考えると、早い段階からもう勉強を開始して、勉強のやり方を変えていくってことをやっていかないといけないわけなんです。だから、明日からでももう勉強を開始していただきたいんですね。ただ、間違った勉強の仕方をやっていたら、また来年も同じ結果になりかねないわけなんです。じゃあどうしないといけないのか。まずは、間違った勉強っていうものを自覚しないといけないわけですよね。で、自覚した上で、じゃあどうやって変えていくのかを考えて、で、実践に落とし込む、さらにはその勉強を続けていく、理解学習を続けていくってことまでやっていかないといけないわけです。なので、ここからは合格できない勉強の仕方、問題文の理解と質問内容の理解の仕方、さらには時間の使い方、勉強の習慣づけのノウハウについてお伝えしていこうと思います。
もともと3本の動画だったんですけども、もう今回はもうまとめて1本の動画にしました。ちょっと長い動画になるんですけれども、来年合格するためにぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは1回目の動画です。で、今回1回目の動画では丸暗記学習では合格できませんよということと、合格するためには理解学習が必要なんだよということをテーマにお伝えしていこうと思います。これまで勉強してきて1回でも落ちた方は、これからお伝えをする勉強法を行っていないか、ぜひ確認してみてください。これから初めて勉強する方は、このような勉強したら落ちてしまうよっていうことを頭に入れながら、これからの勉強を行ってみてください。今からお伝えをする勉強の仕方は間違ってるんだ、これでは合格できないんだということを頭に入れながら、これから勉強を進めていきましょう。ではまずはじめに合格できない勉強の仕方をお伝えします。それは参考書と過去問集だけで勉強している方です。で、宅建の合格率見るとだいたい 15% から 18% の間です。で、そうすると約 85% ぐらいの方が落ちているわけですよね。で、この落ちている方のほとんどが丸暗記学習をしています。参考書を買って、その内容を読んで、で、過去問集を解く、問題集を解く、で、これを何回も何回も行って、8割以上9割以上解けるようにする、こういった勉強をしている方多いと思います。このやり方やると、もちろん過去問の点数は上がります。過去問10年分、15年分、40点以上、45点以上コンスタントに取れる方もいると思います。また予想模試でも40点以上、45点以上取れるように復習する方もいるでしょう。でも本試験になると合格点が取れないんです。それはなぜか。それは参考書や過去問集の解説に理解すべきところまで記載がないからなんです。そのような理解すべきところが記載がない状況で、テキストを丸暗記、過去問集の解説を丸暗記したところで理解できていない以上、真の実力ってついていないんですね。過去問はほとんど丸暗記しているから、もう答えも覚えているでしょう。だから解けるんです。で、予想模試も過去問をちょっと変えたぐらいなんで、過去問を丸暗記している方でも比較的いい点数を取る方多いです。でも本試験となると、緊張して頭が真っ白になって覚えた内容を忘れてしまう、結局合格点が取れない、落ちてしまう。また予備校生や通信講座を使っている方も同じなんです。予備校で先生が解説する講義、また予備校で支給されるテキストや演習問題の解説、そういった講義や教材の中にも理解すべき点まで記載していない場合が多いんですね。先生の講義であっても理解すべきところまでお伝えしているところって少ないです。で、それはなぜかというと、講義って時間に限りがあるからなんですね。結局理解すべきところまでお伝えしようとすると、カリキュラム通り進まないってなるんですよ。なので結局ポイント重視の勉強になっちゃう、つまりポイントを丸暗記する勉強になっちゃうんです。また予備校の教材についても、理解すべき点まで書いてある教材少ないです。通信講座も同じです。通信講座の DVD の内容、またテキスト、過去問集の解説、そういったものにも理解すべき点まで教えているものは少ないです。なので結果的に予備校生の方も通信講座を通っている方も、独学の方と同じように理解学習ができず落ちてしまう、そういった方が非常に多いです。大手の予備校や通信講座に通えば大丈夫だろうって思っているかもしれないんですけども、実際のところは理解学習まではできずに落ちてしまうんですね。一方、私たちレトスは丸暗記学習ではなくて理解学習をお客様に実践していただいております。実際に個別指導の受講様については4年連続で7割超えの合格率を出したこともあります。弊社の個別指導の受講者さんっていうのは、元予備校生とか元通信講座の受講者様、この方々が半数ぐらいです。約半分ですね。で、残りの半分が独学で勉強されてきた方、または初めて勉強される方です。そして元予備校生や元通信講座の受講者様のグループと、独学で勉強してきた方、また初めて勉強する方のグループを比べた時に、合格率って正直あまり変わらないんですよ。一見すると元予備校生や元通信講座の方の方がこれ合格率いいんじゃないのかなって思われるかもしれないんですけども、弊社の受講者まで見るとほとんど同じです。つまり何が言いたいかっていうと、丸暗記学習で勉強していても実力はつかないっていうことなんですよ。結局は理解学習をどれだけやったかが合否を決めるんだっていうことなんですね。実際過去の受講者さんで、中卒、元とび職、法律知識が全くゼロっていう方がいらっしゃいました。その方は分数計算できません。その方はたった3ヶ月で一発合格しました。
7月中旬頃に受講していただいて、その年の10月の試験で合格していただきました。またシングルマザーで育児と家事、さらにはダブルワークをしている受講様、0歳児か1歳児だったので育児が非常に大変だった方なんですね。なので30分っていうまとまった時間を作ることができなかったんです。その方には5分とか10分とか、そういった細切れ時間を作っていただいて一発で合格していただきました。また71歳で高齢になって記憶力に自信がありません、それでも合格できますか、そういったご相談をいただいた方、その方には宅建合格するためには記憶力ってそんなに重要ではないですよ、理解学習ができれば記憶力が衰えている方でも合格できますよ、そのようにお伝えをしたんですね。その方も1回で合格していただきました。70代の方だけじゃなくて60代の方でも記憶力が衰えてきているなって感じる方いらっしゃると思います。そういった方でも大丈夫です。年齢とか環境とか法律知識のあるなしとか勉強の得意不得意とか、そういったものは関係ありません。個別指導の受講師様の中で初めて宅建合格目指したいっていう方がいらっしゃったんですね。でその方は会社員だったんですけれども、その社内に慶応大学卒業している方がいました。でその方は宅建に一回落ちちゃってるんですね。慶応大学っていうと日本の大学の中でもトップクラスです。その方は勉強していたらしいんですけども落ちちゃったんですね。つまり勉強の仕方を間違えてしまえば高学歴の方でも落ちてしまうんです。で一方で弊社の個別指導を受講していただいたその方はその年に一発で合格していただきました。結局のところ学歴も関係ありません。宅建に合格するための勉強の仕方を知ってるか知らないか、知っていてそれを実践できるかどうか、これが重要なんですね。理解学習ができれば誰でも合格できます。次の動画では理解学習について具体例を入れながらお伝えをしますので、ぜひ次の動画もご覧ください。で今回2回目の動画では理解学習について具体例を使って解説していきます。理解学習っていうのは大きく分けて3つあります。1つ目が問題文の理解、2つ目が質問内容の理解、3つ目が解説の理解。問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、この3つに分かれているんですね。でこの3つは全て重要で、この3つ全て実践していくことで宅建合格が可能になります。なのでこの3つを日頃の勉強から行っていき、習慣化していっていただきたいんですね。で今回お伝えをするのは問題文の理解と質問内容の理解、これをお伝えします。で解説の理解については、ちょこちょこ動画でも部分的にお伝えしているんで、今回は省略させていただきます。もちろん無料の動画だけでは解説の理解の部分少ないので足らないんですけれども、イメージはできるんじゃないのかなと思います。で今回の問題文の理解と質問内容の理解、実はこれが一番理解学習の中で重要な内容なんですね。なので無料の動画ではほとんどお伝えしてきませんでした。しかし今回は特別にこの部分を解説していきます。で今回この問題を解説するにあたって、まずはじめに宅建業法のルール、法律を頭に入れていただきます。でその後そのルールを使って実際にどうやって解いていくのか、問題文をどうやって理解するのか、質問内容をどうやって確認するのか、質問内容をどうやって理解するのか、こういった流れでお伝えをしていこうと思います。宅建業法を勉強したことがない方は内容わからないかもしれないんですけれども、今はわからなくても大丈夫です。問題文の理解と質問内容の理解、これが重要なんだなっていうことが分かっていただければもうそれで十分です。それでは今回はスライドを使って解説させていただきます。それではまず宅建業法の条文を読ませていただきます。内容ちょっと難しいので、ゆっくり聞いていただければと思います。宅建業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法566条に規定する期間について、その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買い主に不利となる特約をしてはならないと宅建業法には書いてあるんですね。でまずこの条文自体長いので難しいと思います。なのでこれを2つに分けます。それがこれです。黒文字の部分と赤文字の部分なんですね。そしてポイントは、何々を除きという部分は例外として扱うんだ、でそれ以外の部分が原則ということなんですね。つまり黒文字部分が原則、
赤文字部分が例外というふうになります。なのでこれを原則と例外に分けて記載するとこうなります。原則、宅建業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、道場っていうのはこれ民法ですね、民法に規定するものより買い主に不利となる特約をしてはならない。つまり契約不適合責任について民法に規定する内容よりも買い主に不利となる特約はしちゃダメですよっていうのが原則の話です。このような特約をしたら無効になりますよって話ですね。で、一方例外は民法566条に規定する期間について、その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合は買い主に不利な特約をしても良い。これが例外なんですね。これ例外っていうのはこの原則の反対の内容を意味するんです。原則では買い主に不利となる特約をしてはならないって書いてありましたよね。これの逆なので、買い主に不利となる特約をしてもいいというのが例外にあたるわけです。つまりこういった特約 OK ですよ、有効なんですよっていうのが例外なんですね。じゃあこの民法566条に規定する期間って何なのかというと、これは民法を見ないとわからないですよね。なので民法を見てみます。売り主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買い主に引き渡した場合において、買い主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時は、買い主はその不適合を理由として履行の追加の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができない、このように規定しているんですね。つまり売り主が売買契約によって目的物を買い主に引き渡しましたよ。で、その目的物、まあ、例えば建物にしましょうか。建物を引き渡したけれども、その建物が種類または品質に関して契約の内容に適合していなかった、そういった場合においてなので、例えば住むことができる建物を買ったにもかかわらず屋根が雨漏りしていてもう住むことができない、まあ、そういった場合ですね。まあ、これは品質に関して契約の内容に適合しなかったと、そういった事例ですね。まあ、そういった場合、買い主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時はって書いてあるので、買い主がその屋根裏の雨漏り、まあ、屋根が壊れているっていう、そういった不適合を知った時から1年以内に売り主に屋根が壊れてますよって売り主に通知しなかった時は、買い主は売り主に対して履行の追加請求、つまり屋根を直してくださいっていう請求だったり、その分安くしてくださいよっていう減額請求だったり、損害賠償請求だったり、契約解除をすることができなくなりますよ、不適合を知った時から1年以内に売り主に通知しなかったらこういったことができなくなりますよっていうふうに民法566条では言ってるんですね。で、この民法と初めの宅建業法をまとめるとこのようになります。時系列としては、売買契約を締結します。目的物、例えば建物を引き渡します。その後買い主が不適合を知ります、つまり屋根が壊れていることを知ります。まあ、そういった流れですよね。で、民法ではこっから1年以内に通知しなかったらこれ以降もう責任追及できませんよ、つまり売り主に対して損害賠償請求とか契約解除とかそういったものができなくなりますよって話ですね。で、一方で宅建業法ではどう言ってんのかっていうと、例外として民法566条に規定する期間について、その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合はこれ OK だよって言ってるわけなので、目的物の引き渡しから2年以上となる特約をする場合、まあ、例えばここでは2年ですね、まあ、これ3年でもいいし4年でもいいんですけれども、引き渡しの日から2年以内に通知しないと責任追及できなくなりますよっていう特約は OK だよって話なんです。または引き渡しの日から3年以内に通知しなかった時はそれ以降を責任追及できないよ、こういった特約も OK ですね。例えば引き渡しから2年以内に通知してください、そのように特約したのであれば、この2年以内に売り主に対して屋根が壊れてますよって通知すれば、その後責任追及できますよっていう話です。これを超えてしまって
通知忘れてたってなってしまったら、これはもう責任追及できませんよっていう話ですね。逆に引き渡しの日から1年以内にその旨を売り主に通知しないときは、まあ、責任追及できないとする特約は、これは NG ですよ、無効ですよってことですね。つまりこの期間を2年よりも短くして特約してしまう、これは無効となります。ではここからが問題です。一緒に考えてみましょう。宅建業者 A 社が自ら売り主として建物の売買契約を締結する際の特約に関して、当該建物が中古建物である場合、宅建業者でない飼い主 B との間で、 B は売買契約締結の日に関わらず、引き渡しの日から2年間を経過した場合、損害賠償請求及び契約解除をすることはできない旨の特約を定めることは宅建業法違反となる、丸か×かという問題です。いかがでしょうか。実はこの問題の内容なんですけども、今解説した内容だけではこれ解けないんですよ。解けないんですけれども、まずそれに気づかない方が多いんですね。つまり問題文が理解できていないっていう話なんです。ちょっとそれも含めて解説していきます。まずこれ答えはこれ違反なんですよ。つまり丸なんですね。でなんで丸かというと、この売買契約締結の日に関わらずっていうところ、これが怪しいって思った方いると思うんですけども、まあ、これ全然関係ないです。これ後でも解説しますが、これは全く関係ないんですね。ではなくって、この問題って何が質問されているかっていうと、これ実は責任追及期間を質問されているんですね。この期間を経過したら損害賠償請求できない、この期間経過したら契約解除できないって話じゃないですか。これはつまりこれ責任追及期間なんですよ。問題文ではこの責任追及期間が引き渡しの日から2年以内になってるわけですよね。2年以内であれば損害賠償請求とか契約解除できるけども、2年を経過してしまったら損害賠償請求とか契約解除できませんよって話じゃないですか。つまりこの引き渡しから2年っていうのは責任追及期間を表してるんです。一方で先ほど解説したこの引き渡しの日から2年、この2年って通知期間なんですね。ここにも書いてある通り、引き渡しの日から2年以内に通知しないとき責任追及できなくなるよって書いてあるわけだから、通知する期間が引き渡しから2年以内って話なんですよ。これは不適合だよっていうことを通知する期間の話です。一方で先ほどのこの引き渡しから2年間っていうこの期間は責任追及期間です。通知って何も書いてないじゃないですか。つまりこれ通知期間の話じゃないんですよ。なので先ほど解説した内容とは別の話なんだということなんですね。で民法ではどうなっているかっていうと、責任追及期間は引き渡しから10年なんですね。つまり10年以内であれば損害賠償請求できるし契約解除もできるっていう話です。つまり引き渡しの日が2年間経過したとしても、10年以内であれば損害賠償請求とか契約解除することができるわけだから、このような2年経過したら責任追及できないっていう特約はこれダメですよね。はじめにもお伝えをした通り、民法に規定するものよりも飼い主に不利な特約になってしまうから、これは無効になりますよっていう話です。ここでの例外はこれ責任追及期間じゃなくて通知期間ですよ。通知期間については2年以上となる特約をする場合は OK ですけれども、責任追及期間については民法で引き渡しから10年以内って書いてあるわけだから、これは宅建業法違反となる、丸ということになります。で、初めにもお伝えをした通り、この売買契約締結日の日に関わらずっていうのは、もうこれ惑わすためです。受験生を惑わすため、引っ掛けるためだけの記述なので、まあ、こういったものっていうのはもう無視していただく、判断基準をちゃんと頭に入れて、その判断基準に従って答えを導かないといけないんですね。で、この売買契約締結日っていうのは今回の話で言うと判断基準ではないので、まあ、考えなくてもいいという話です。いかがでしたでしょうか。まあ、この点ですね、理解していない人非常に多いんですね。問題文も理解できていない場合もありますし、実際に解説も理解できていない人非常にたくさんいます。はじめにもお伝えをした通り、まず問題文で何を質問されているのか、今回の問題では通知期間ではなくて責任追及期間が質問されているんだってことに気づけなかったら、もう大体間違えます。今回は問題文の理解と質問内容の理解もまとめて解説させていただいたんですけれども、次回の動画では合格できる勉強法である理解学習を実践して継続させるノウハウをお伝えします。ノウハウを知っていても実践しなかったら意味がないですよね。
続けなかったら意味がありません。実力は上がりません。次の試験で宅建合格していただくために次回の3回目の動画もぜひご覧ください。そして今回最後の動画ではこの合格できる勉強法である理解学習を実践して、さらには継続させるノウハウについてお伝えをしていきます。勉強の仕方が分かっていても実践しなかったら意味がありません。続けなかったら意味がありません。実力は上がりません。宅建試験っていうのは6ヶ月、長い方だったら1年、勉強し続けなければなりません。その中でモチベーションが下がることもあるでしょう。モチベーションが下がったからといって勉強をやめてしまっては意味がありません。忙しいことを理由に勉強できなかった、それでは合格できないんですね。なので今回の動画では具体的に時間の使い方、勉強の習慣づけのやり方、この点に絞って解説させていただきます。まず時間の使い方について解説します。もしあなたが忙しくて勉強する時間ないんだよな、そう思っているのであれば、まずこの考え方を変えましょう。なぜこの考え方を変えなければいけないかっていうと、忙しくて勉強できないって思っている限り勉強時間を作ろうとはやっぱ思えないんですよね。この忙しくて勉強できないということを正当化してしまっているので、忙しいから勉強できないというものが当然になっちゃってるんですよ。この考え方だと勉強時間を作ろうとやっぱ思えないんですね。でも実際のところ忙しくても合格している方は非常にたくさんいます。弊社の個別指導の受講さん、ほとんどの方が忙しいです。仕事をしてたり育児や家事をしてたり、そういった中でも合格していく方、勉強時間は作っているんですね。つまり忙しくても勉強時間は作れるんだっていうふうに考え方を変えなければいけないんです。考え方が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人生が変わる。だから一番最初にやるべきことは考え方を変えることです。忙しくて勉強できないじゃなくて、忙しくても勉強時間は作れるんだ、このようにまず考え方を改めましょう。忙しくても5分や10分、この時間は多分作れると思うんですね。今この動画を見ている時間、もしこの動画を見ていなかったら勉強していたでしょうか。来年の試験に向けて勉強できていたわけですよね。こういった短い時間を積み重ねていくというのが重要なんです。もう少し踏み込んで具体的にどうやってやっていくのか、それは先に勉強する時間と勉強する場所を決めておくということです。単に勉強しようと思ったとしても勉強せずに大体が終わってしまいます。なぜかというと、いつどこで勉強するかを決めていないからなんですね。もしあなたが営業の仕事をしていたとします。11時から A 社で打ち合わせがあったと仮定します。この場合おそらくスマホのスケジュールアプリだったり手帳とかに11時から A 社で打ち合わせみたいな感じで書いておくと思うんですね。そうすると11時から A 社で打ち合わせがあるから、あ、9時半ぐらいには出ないといけないな、このように考えられるわけですよね。でもしこの計画がなかったらおそらく営業行かないんですよ。事前に決めてあるから営業に行けるんですよね。勉強も一緒です。事前に時間と場所を決めておく、もっと言うとどの部分を勉強するかまで決めておく、ここまでやっておけば完璧です。まあとりあえずは勉強する時間と勉強場所を決めるだけでも大丈夫です。実際私はどうやって決めていたかというと、私は仕事が終わった後マクドナルドで勉強するって決めていたんですね。当時私仕事が終わるのが11時から12時ぐらいだったんですね。ちょっと遅かったんです。でその当時は遅くてもマクドナルドやってたんですよ。24時間営業のマクドナルドっていうのがあったんですね。なので仕事が終わったら家に帰らず、そのままマクドナルドに行って勉強した後じゃないと家に帰らない、そのようなルールにしていたんですね。家に帰っちゃうともう結局やっぱり勉強しないんですよ。それが分かっているので仕事が終わった後マクドナルドで勉強するって決めてました。その他にも休日はデニーズだったりサイゼリア、そういったところで勉強することもありました。これも時間は決めてました。比較的空いている時間、休日の昼間っていうのはやはりデニーズサイゼリア混んでますので、例えば4時とかそういった時間に行くようにしてたんですね。そうすると4時から、まあ、6時ぐらいまでですかね。今だったら3時ぐらいからの方がいいかもしれないです。3時から5時とかそのぐらい、2時間ぐらいであればそんなに混んでいませんので勉強も可能です。いくつか勉強できそうな場所を回って実際にやってみて勉強してみて集中できそうだなって思ったらそこを勉強場所として取り入れて、そこで勉強する習慣をつけていました。
実際教材を持っていたらどこでも勉強できます。例えば車の中でもいいし、自宅であればリビングだけじゃなくて、例えばダイニングでもいいし、自分のお部屋でもいいし、お手洗いでもいいし、キッチンでもいいし、お風呂場でもいいです。どこでも教材を持っていたら勉強場所になり得るんですね。私はお風呂でも勉強していました。もちろん長い時間勉強はできません。また教材持っていったら濡れてしまうので、まあ1ページか2ページぐらいコピーする感じですね。問題集1ページ2ページコピーして、この1ページ2ページだけ勉強しようと思ってお風呂場で勉強するんです。これも習慣化していました。本当に細切れ時間ですよね。まあ5分ぐらいですかね、その勉強している時間っていうのは。それでも塵も積もれば山となります。1ヶ月半年続ければその5分っていうのがすごく大きな時間になってくるんですね。細切れ時間でも大丈夫です。そして勉強する場所と勉強する時間というものを事前にスケジュールアプリとか手帳に書いたのであれば、次はアラーム設定をしておくっていうことです。その勉強を始める、まあ、30分前とか15分前とか10分前とか、まあ、いつでもいいんですけども、事前にアラームが鳴るように設定しておけば、アラームが鳴ったら、あ、もうすぐ勉強しなきゃいけないなって気持ちの切り替えができますよね。また勉強をやり過ごすこともなくなります。なのでアラーム設定ぜひ行ってみてください。で、続いて勉強の習慣づけに入っていきます。勉強し始めた時っていうのは勉強できるんですよ。勉強を始めて1ヶ月間ぐらいは意外と毎日勉強できます。でもやっぱり3ヶ月ぐらい過ぎてくると、ちょっと中だるみみたいな感じでモチベーションが下がってきて勉強をやめてしまうってこともやっぱあるんですね。で、そうなってくると、これまで勉強した時間が本当やっぱもったいないんですよ。やっぱ勉強って続けることで実力になってくるので、こう時間がこう空いてしまうと、まあ、振り出しに戻るまではいかないんですけども、やはりだいぶ後退しちゃうんですよね。なので、まあ、できるだけ勉強は続けていただきたいんです。そのためにどうすればいいのか、2つの方法をご紹介いたします。1つ目がメリットデメリット法、2つ目が短時間行動法。まず1つ目のメリットデメリット法です。メリットデメリット法って2つあるんですけども、メリット法、こっちを先に解説します。例えばあなたが旅行が好きだったと仮定します。あ、ハワイ旅行行きたいな、イタリアに旅行行きたいな、でもそこに行くには20万円かかっちゃうとか25万円かかっちゃう、このお金を作んないといけないわけじゃないですか。でもお金がないから行けないな、でも行きたいな。で、ここで宅建試験に合格したら資格手当が出る。例えば毎月2万円の資格手当が出る、まあ、意外と2万円の資格手当っていうのは普通です。よくある話です。で、そうすると1年間で2万円かける12ヶ月分24万円ここで作られるわけなんですよね。これまでの仕事と大して変わらない、仕事量は大して変わらないにもかかわらず、宅建の資格を持っているだけで24万円給料が上乗せされるんですよ。そうするとこれを一つのモチベーションにして勉強を続けるっていうことも可能なんですよね。もしモチベーションが下がってきたと思ったら、来年こそ絶対イタリア旅行行きたいな、来年こそハワイ旅行行きたいな、そのために今年絶対頑張ろうみたいな感じで自分自身のモチベーションを上げて、そして勉強につなげていく、こういった方法があります。まあ、転職とかもそうですね、就職とかもそうです。今よりも給料を上げたい、不動産会社って比較的給料水準高いんですね。なので宅建合格したら給料が上がる、これを一つの目標にする、このことを思い浮かべて給料アップさせるためによし頑張ろうみたいな感じでモチベーションを維持していく、これも一つです。で、もう一つがデメリット法。実際私はデメリット法を使っていました。私が宅建の勉強を始めた当時、周りの人ってもう年配の方が多かったんですね。もう60代の方がほとんどだったんです。で、60代の方っていうのはその当時の宅建試験しか知らないんですよ。で、昔、まあ、昭和時代ですね、宅建試験ってすごく簡単だったんです。まあ、誰でも合格できるぐらい簡単だったんですよ。で、そのことを覚えているので、宅建試験に受からないやつはもうバカだみたいな感じで思われちゃうんですね。もうそれが嫌だったんですよ。なのでモチベーションが下がった時は、その人たちの周りのこの年配者のことを思い浮かべて、そういったバカにされることを思い浮かべて、いやこれ絶対そうなりたくない、だから勉強しようみたいな感じで勉強してました。あと弊社の個別指導の受講様の中には、事務職をやっている方がいらっしゃったんですね。で、事務職で周りはもう女性ばっかで、その中にはおつぼねがいる、で、そのおつぼねからいじめられる、パワハラを受ける、転職したいとは思っているけどもなかなか転職できない、なので万一落ちてしまったらずっとその方のパワハラを受け続けなければいけない、
それは絶対嫌だから、勉強が止まった時ももうそのパワハラから逃れるために勉強しようと思って勉強し続けていただけたんですね。なのでその方から相談があった時に、そのおつぼねの方から、逃れたいですよね、パワハラから逃れたいですよね、だからもう少しの我慢です、頑張りましょうみたいな感じで励ましのメールを送って勉強を続けていただきました。まあ、結果的にその年に合格していただいて無事転職できたんですね。まあ、こういったデメリットを考えて勉強を続けるっていう方法もあります。どちらでもいいと思います。でもう一つが短時間行動法。この短時間行動法っていうのは、いきなり長時間勉強するのって難しいじゃないですか。でも3分だけ勉強しようとか5分だけ勉強しよう、これぐらいならできると思うんですよね。こういった短時間勉強することを継続させていって、徐々にその時間を伸ばしていく、そういった勉強法です。本当に初めは3分とかでもいいし、本当にそれもできないっていうのであれば、まず教材を開けるっていうところからでもいいです。教材を開ける、それだけやれば今日は OK、 じゃあ明日は教材を広げて2行読む、でそれができればその次の日は教材を広げて1ページだけ読むみたいな感じですね。でそうするとその人が集中できる時間とか集中できる量っていうのが分かってくると思います。徐々に伸ばしていくんで分かってくるんですね。例えば30分ぐらい、これぐらいなら集中できるというのであれば、今後計画する上で30分勉強する計画を立てればいいですよね。もちろん宅建合格するためには1日1時間から2時間ぐらいは勉強していただきたいです。勉強を始める時期にもよるんですけども、例えば1時間勉強しなければならないって分かったのであれば、朝30分、夜30分、まあ、こういった感じでも全然いいですし、自分自身は15分しか集中できないっていうのであれば、朝起きた直後に15分、会社に行く通勤時間、電車使うからその駅のホームで15分、帰りも仕事終わって駅のホームで15分勉強して帰ってきてお風呂を出た後すぐに15分、これで15分 ×4 セットで1時間ですよね。まあ、こういった感じで勉強時間を確保していただいてもいいと思います。とりあえず初めは短い時間で構いませんので、習慣化しましょう。毎日その時間、決まった時間にやるということです。1週間ぐらい続ければ習慣化すると思います。テキストを開くっていうだけでも初めにいいって言いましたよね。テキストを開くことを1週間やれば、だいたいその時間にテキストを開くことができるようになります。でさらに次の1週間で2行読む、次の1週間で1ページ読むみたいな感じで徐々に増やしていきましょう。でこの時も先ほどお伝えをしたアラームを設定するっていうのはすごくいい方法です。習慣化するためにも非常にいい方法なんで、勉強する10分前とか5分前でもいいんでアラーム設定をしておきましょう。そして勉強する前に、よし勉強しようって小さな声でもいいんで自分自身に声をかけてあげる。そうすると気持ちの切り替えができるんですね。これもぜひ試してみてください。で今回3回の動画でお送りした内容全て重要です。予備校生であっても、通信講座受講されている方であっても、独学の方であっても、自分自身でやっていかないと点数って上がらないんですよね。実力って上がらないんです。先生が隣について教えてくれるわけではありません。でも今言った内容、実際に行うとなると非常に難しいです。人は怠ける動物です。人が見ていないと、まあ、今日ぐらいいいかみたいな感じでやっぱりやらなくなっちゃうんですよね。今日だけ休んでもいいか、翌日も、まあ、今日もまだ大丈夫だろう、1週間後もまだ試験日まで時間があるから大丈夫だろう、そうやって勉強しない時間がずっと続きます。そして試験3ヶ月前になって、あ、気づいたらもう間に合わない、そうなっちゃう方が非常に多いんですね。もしあなたが宅建の勉強したことがあるのであれば振り返ってみてください。本格的な勉強は試験3ヶ月前からで、それ以前は勉強やったりやらなかったりが続いていたな、そうなっていなかったでしょうか。これだと次の試験も合格できません。でもご安心ください。そんなあなたにご提案があります。合格したい、合格して給料上げたい、合格して転職したい、そう思っているあなたにご提案です。4年連続で7割超えの合格率を叩き出した個別指導。この個別指導では理解学習のための合格テキストと過去問集を使って勉強していただきます。市販のものだったり予備校で支給される教材には理解すべきところまで載っているものはほとんどありません。それを使って理解学習をすることは非常に難しいです。結果的に自分自身で調べなきゃいけないです。自分自身で調べるとしても、どこを理解したらいいかわからない、どこまで理解したらいいかわからない、何で調べていいかわからない、で結果的に丸暗記学習になっちゃってまた落ちてしまうんですね。
そうならないために弊社の合格テキストと過去問集ではこれを使っていただくだけで理解学習ができるようにしております。理解すべきところまで記載しております。そして小テストと総合テストで勉強してきた内容を確認して復習して、さらには問題数を増やしていただくことが可能です。もちろん小テストや総合テストの解説も理解すべき内容が記載されておりますので理解学習が可能です。またその中では分からない部分も出てくると思います。そんな時は24時間365日質問し放題のサービスがあります。なのでご安心ください。分からない部分が出てきたらお気軽にメールでご相談いただければと思います。24時間以内には回答させていただきます。多くの予備校だったり通信講座では3日後だったりとか、遅いところだと1週間後に回答が来るっていうところもあるらしいんですね。でもそれでは質問した内容も忘れちゃうじゃないですか。非効率ですよね。その点私たちレトスはそういったことがないように24時間以内に回答させていただくようにしております。まあ、通常はだいたい6時間以内には回答しています。なのでこの点もご安心ください。そして計画内容の作成と修正、さらには進捗管理も行っております。私があなた専用に計画を立てさせていただきます。そして勉強が進んでいないっていうのであれば計画表を修正させていただきます。だいたい弊社の受講者様の中でも半分ぐらいの方が計画通り進んで、半分ぐらいの方が計画から遅れてしまうんですね。そういった時も言っていただければ計画表は修正させていただきますのでご安心ください。遅れても勉強を続けることができれば合格はできます。なので勉強が止まってしまった時はお早めにメールいただければと思います。でこの点については1週間に1回勉強できていますかっていうメールをお送りさせていただきます。これが進捗管理のサービスなんですけども、勉強できていいかの確認させていただきますので、その時に言っていただければ修正したりとか、忙しくて勉強時間作れていないというのであれば、じゃあこういうふうに勉強時間作ったらどうですかみたいなアドバイスもさせていただいております。さらには過去問15年分の詳細解説もございます。郵送するテキストベースの過去問集では40点以上取るっていうのはなかなか難しいんですね。まあ、合格点ギリギリまでのレベルまでしかやっぱいけないんですよ。なので時間がある方については15年分の詳細解説、こちらの過去問をやっていただいております。でこれはスマホとかタブレットとかパソコンとかオンラインで勉強できるようになってますんで、通勤時間とかちょっと空いた時間があったりとか、まあ、そういった時にご利用いただければと思います。そして個別指導の無料特典についてお伝えします。やっぱり勉強する中で全てが全て理解しなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ。丸暗記でいいものもあるんですね。そういった丸暗記でいい部分について語呂合わせで覚えた方が楽なものもあるんです。そういった部分については語呂合わせ集にまとめております。語呂合わせ覚えて使えるようになれば楽に問題を解けるようになりますんで、ぜひご活用ください。で続いて宅建合格勉強法のテキストです。これは過去に 29,800 円で販売していた教材なんですね。でこれも今回個別指導を受講していただいた方にはもうセットでお送りさせていただきます。理解学習をどうやってやるのか、また勉強を進める中で壁にぶち当たることってよくあるんですよね。そういった時にこの勉強法のテキストを見ていただくといろんな解決法が載ってます。なのでそちらを見ていただくというのも一つですし、また24時間365日の質問し放題のサービスありますんで、メールでご相談いただいても構いません。どちらでも大丈夫です。まあ、この勉強法のテキストについては1回は読んでいただければなと思います。届いたら1回は読んでみてください。もう本当空いた時間で構いません。1回読んでおくと何か壁にぶち当たった時に、あ、そういやあそこに書いてあったなみたいな感じで思い出せますよね。でそうするとメールをしているよりもそちら見ていただいた方のが早いので、まあ、その方がいいんじゃないのかなと思います。で最後に数字のまとめ集ですね。期間だったり期限であったり罰則、こういった数字を覚えるのが苦手な方多いと思います。私も苦手です。いろんな分野で出てくるんですね。権利関係でも宅建業法でも法令上の制限でも出てきます。こういったものを全部まとめております。例えば2週間以内どういったものがあったっけって思った時にこれ調べていただければ、2週間以内のものが箇条書きで列挙されています。分野をまたいで列挙しているので調べやすいと思います。ぜひご活用ください。宅建試験は年に1回しかない試験です。もし落ちてしまったらまた1年勉強しなければならない。ほんと辛いですよね。でも宅建試験は勉強の仕方を間違えなければ1回で合格できる資格です。だから今回お伝えをした理解学習を実践していただき、それを続けていただきたいんですね。それができればあなたは合格できます。ただ自分一人ではなかなか理解学習ができない、また予備校や通信講座使っても理解学習教えてくれないからなかなか合格できない、でも合格したい、就職したい、
転職したい、給料上げたい、もしそう思っているのであれば私と一緒に勉強しませんか。今からであればあなたに次の試験で合格していただく自信はあります。お申し込みについてはこの下にリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。 YouTube ご覧いただいている方は概要欄にお申し込みのリンク貼っておきます。またホームページご覧いただいている方はこの動画の下にリンクあると思いますので、そちらの方からお申し込みください。次の試験で絶対宅建合格を勝ち取りましょう。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。